ナビゲーターのあやかです。ビーカン屋って聞いたことありますか？これは意外と知らない方も多いかもしれませんね。それでは経営コンサルタントの生きがてるおの物語をお楽しみください。社会の闇に潜むビーカン屋。ビーカン屋を生業とする経営コンサルタントの物語。俺の名前は生きがてるお。こう見えて経営コンサルタントをしている。経営コンサルタントというのはあれだ、まあ会社の利益アップのためにいろいろ助言したり手伝ったりする便利屋みたいなもんだ。いやあ、生きがさん待ってましたよ。社長どうですか、景気の方は。いやいや、中国からただ同然で仕入れたタピオカが大ヒット。シロップ代の方が高いって言うんだから笑いが止まりませんよ。それは良かったじゃないですか。でもね、儲かったら儲かったで税金が。なるほど、そういう話か。以前お願いしたやつまたいいですか？わかりました。今回はいくらくらい用意しましょう？そうですね、まずは3000万ほど。では月末までに用意します。いやー助かります。今夜あたり一杯行きましょうか。約束のものを納品した時にお願いしますよ。俺は社長の誘いを丁重に断ると、その足ですぐに前から目をつけていた町工場へ向かった。金型などを作る板金工場だろう。シャッター脇に備え付けられたポストにはサラ金や闇金のダイレクトメールが無造作に突っ込まれていた。ごめんください。何か。奥からくたびれた感じの 40、50 代の男性が出てきた。青いつなぎは油にまみれ、安全靴にはあちこち穴が開いていた。失礼ですが、私こういうものです。俺はコンサルタント屋の名刺を出した。うちはコンサルなんかにかける金ないよ。男はぶっきらぼうに言うと名刺を突っ返してきた。大変ぶしつけな質問で申し訳ないのですが、あまり経営の方うまくいってらっしゃらないのでは。原料はどんどん上がる、工賃はどんどん安くなる。今じゃ借金の金利を払うためだけに毎日機械を動かしているようなもんさ。不景気ですからね。企業はいつも弱い者をいじめて自分のところの利益を確保しますからね。俺はもっともらしくうなずきながら男の味方をした。まさか夜逃げなんて考えてないですよね。あ、いえいえ、私単なるコンサルタントだけでなく人生をやり直す手伝いもしてるんですよ。今日どこへ行って何をやるにしてもある程度のお金は必要じゃないですか。逃げるにあたっていくらでもまとまったお金を用立てることができないかと、そういうお話もさせていただいてるんです。でもここにある機械なんてどれも年代もんで、売ってもいくらにもならないぞ。おまけに今じゃサラ金からも金借りて信用情報も真っ黒だ。もしどちらかに行かれるとして、また自分で工場を経営されるつもりですか？まさか、こんな仕事二度とやるもんか。それでしたら大丈夫。この会社、思い切って整理しちゃいましょう。整理って？まあまあ、そう焦らずに。そうだ、善は急げと言います。ここからちょっとその辺のお店で一杯やりながらお話しさせてくれませんか？勘のいい皆さんならすでにお分かりだろう。俺が取引先の社長から頼まれたのは架空の領収書だ。額面で3000万。そして町工場の男に持ちかけたのは領収書の買収だ。そう、俺の仕事はビーカン屋。今でこそひっそり目立たず営業しているが、バブルの頃はそりゃすごかった。なんといってもゴミでも売れた時代。商売してて売れないやつを探す方が大変って時代だから。経営者のほとんどが税金対策に必死だったんだ。自然と俺たちビーカン屋の仕事も大儲け、数億単位で稼いだやつもたくさんいるらしい。いたらしいってのは、俺はバブルの時期はまだ生まれてなかったからだ。ビーカン屋は架空の領収書を企業に売るのが仕事。手数料は 10% から 20% が相場。額面100万円の領収書であれば10万から20万が取り分となる。会社にしてみれば100万円を経費として損金に充当できるわけだから、それだけの価値は十分にある。細かな領収書なら税務署近くをうろうろしているだけでタクシーの運転手やら飲み会のマスターが領収書を売ってくれる。
タクシーなんかの場合、実際に発行したものをお客が受け取らないだけだから、領収書としてはかなり価値が高い。ただ、まとめたとしても、金銭的にあまり大きな額にならないのが欠点だ。俺は近くのスナックで男と話した。では、過去10ヶ月で毎月300万ずつの領収書を切ってください。宛名はこの名刺の会社で、あなたには手数料として10%、300万円を支払いします。本当ですか？もちろんです。お金は領収書と交換。明日用意していただければ明日お渡ししますよ。私はその後どうすれば？会社の方はすぐに倒産させてしまっても構いませんよ。まだ闇金に手を出してないようでしたら自己破産してしまうのも手ですね。おっと、300万円は見つからないように誰かに預けるなりしてくださいね。俺は翌日の昼に男と会う約束をして店を出た。B 館屋というのは税務署が使う隠語で、正当な帳簿を A 館帳というのに対し、裏帳簿のことを B 館帳と呼ぶことが語源なんだとか。あの町工場のように借金で夜逃げ寸前の状態や、すでに倒産している会社などの領収書を安く発行してもらい、それをクライアントに売るわけだ。つまり儲かっている会社と儲かってない会社の両方を顧客に持つ必要がある。俺は次の週の金曜日、クライアントの元へ向かった。社長、お待たせしました。例のもの用意できましたよ。俺はそう言うと、カバンの中から3000万円分の領収書を取り出し、机の上に広げた。いやー、相変わらず仕事が早いね。井戸さんに任せておけば安泰だな。いつもひいきにしてもらってますからね。では報酬の方はいつものようにこちらの口座へ3000万円振り込んでください。俺はそう言うと、工場の男に作ってもらった銀行口座が書かれたメモを渡した。着金後、手数料の 15% を引かせていただいた残りを後日私がお届けに上がります。それなんだけどね、手数料なんだけど、もう少しまからんかな。せめて 10% くらいに。社長、領収書を集めるのだって大変なんですよ。現に今回私はこの領収書を300万で買っているんです。 10% なんて言ったら私の儲けがありませんよ。そんなことは私の知ったことではないよ。とにかく高いものは高いなあ。これからも懇意にさせてもらうからさ。約束は約束、きちんと払ってもらいましょう。おとなしくしていればつけ上がりやがって、この若造が。こう見えてな、俺だって昔はかなり悪どいことをやってきたんだ。それなりの知り合いも結構いるんだぞ。それに俺の会社が挙げられたら、お前だって無事じゃ済まないんじゃないのか。わかりました。そこまで言うなら仕方ありません。金輪際取引は遠慮させてもらいます。俺は呆れるようにして社長室を後にした。会社を出たところで俺はスマホを取り出し電話をかけた。もしもし、岡内蔵組ですか？若頭の役さんいますか？はい、そうです。バツバツ商事の毛毛社長です。ええ、 20% から 10% にしろと。はいはい、わかりました。ではよろしくお願いします。俺が電話したのは地元の暴力団。あの社長が言ったように税金逃れをする会社と俺たち B 館屋は一蓮托生。どっちが捕まってももう片方は無事では済まない。役所に届けられないのだったら方法は一つ、裏社会から手を回して制裁を加えてもらうしかない。まあ来週には社長の方から詫びを入れてくるだろう。その時は手数料を 20% から 30% にさせてもらおうか。え？工場の男に払った金よりもらう金額が少ないって？大丈夫。男からは発行した領収書の他に30万円で社番も売ってもらっている。これで向こう1年は余裕で稼げるってもんなんだ。そうそう、 B 館屋の語源なんだけど、ブラックマネーの B という説もあるんだ。その名の通り、 B 館屋は非合法組織と深いつながりがある場合がほとんど。みんなもご利用は計画的に言ってくれよな。はい、おかえりなさい。いや、こういう仕事ってあるんですね。でもあなたは絶対に手を出さないでくださいね。でまあね、普通は出さないですよね。おっと、もうこんな時間です。それじゃあまた明日ね。おやすみなさい。
バイバイ。